どうも、なおちんです。スターオーシャン2やっていきます。よろしくお願いします。さあ、今日は新しいチャレンジバトルが出ましたので、挑戦してみようと思います。ここがなかなか出なかったんだけども、ようやくね、出ました。チャレンジバトルの一番下。チーム戦となってまして、報酬が総力の腕輪ですね。どんな効果なんでしょうか。で、ここのチャレンジバトルの出し方ですけども、はっきりとはわかんないんですけども、おそらく全キャラレベル255達成だと思います。それがトリガー。このね、裏サバイバルバトル、ここの出し方が試練の洞窟を全クリすると出たんですよ。でもここは出てなかった。レベルを全員上げたところ、ここが出ましたので、多分全キャラレベル255がトリガーだと思います。はい、さて強いんでしょうか。行ってみましょう。誰だ。おお、なるほど、なるほどね。これはきついぞ。とりあえずリバイバルカードを使ってちょっと待って、おい、ちょっと待って、即死も使うんかい。きついきつい、ちょっと待って待って待って、リバイバルカードがいっぱいないとこれ無理だな。あ、これとりあえずリバイバルカードを増やしてきて、石化無効と即死無効を、つけてきました。うん、でこうなればもうあとは叩き続ければ、いや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 、おいおいおい無理じゃん、無理無理。 OK、 よし、いや、やられす、やられる、いや大丈夫だ大丈夫。おい、ちょっとリバイバルカードが、いやこれ足りるか、むしろ足りないかもしれない。うわっ、待て、よし、もうとにかくもうリバイバルでもう生き残る、それしか道はない。いやー、ちょっと待って、 OK、 あー、よし、もう早い早い早い、魔法打つの早い、魔法が早い、よし、ちょっと待って、うっそ、うわうわうわ、連続でやられたわ。いや、きついって。もう10回以上挑戦して無理だったので、ブラディアーマー装備しました。もうこれじゃないと。きつすぎるよ。本当に。これはきつい。もうメテオスフォーム来た瞬間終わるからね。うん。これ若干のね、これ運が絡むっていうところが、よろしくないよね。うん、運を絡ませずにやらせてほしい。うん、やられて復活した瞬間にメテオスフォーム来たら終わりだもんね。どうしようもない。 OK、 いくぞ。でもこれ無敵になってしまえばね、なんとでもなりますわ。本当に、うん、まあこれ救済措置なんでしょうね。よし、でこの回ってる間はね、攻撃できないんで回復できないですよね。まあ一応念のためにリバイバルカードは入れててもいいかもしれません。おーい、ナイス、若干当たったね。よし、とりあえずこっちが終わりそう。1体終わりで、2体目もあと残り3分の1、これでおしまいだ。
特殊は効かない。よし、あーもうちょい、終わり。まあズルしちゃったんですけども勝ちました。武器はファーウェルが出てきました。で報酬で総翼の腕は、これ効果相当だと思うよ。見てみましょう。さあどんな効果でしょうか。めちゃくちゃ楽しみ。おお、なるほどなるほど、ヒット数プラス3っていうことだ。なるほどね、攻撃ヒット数が2と、星を飛ばして攻撃をする。なるほど。なんだったっけ、アクセサリーの何かと何かが合体してるな。スレイヤーリングだね。スレイヤーリングと、あとこれだ、名前なんか読めないけども、なんとか天使の腕輪、これが合体した能力のやつです。もうぶっ壊れだよぶっ壊れ。いやこれ2つ欲しいな。まあ強くてニューゲームしてこれを持った状態で行って、またここで倒せばゲットできるからね。これ2つ装備したらこれえぐいことなるよこれはすごい。はい、うわちょっと待って、でしかもそうか、半減と吸収がもろについてて、うわー2つ装備したらえぐしかも全員キャラ装備できるからやばいっすね、やばいはい、ということで、今日は、バトルチャレンジ、チャレンジバトルかの新しいやつが出たので挑戦してみました。出てきたアイテムは破格のチート装備です。でそこのチャレンジバトルを出す、トリガーとなる方、トリガーとなるやつはおそらくですよ、おそらく全キャラのレベルを255にすること、それがトリガーだと思いますので、まあ一応やってみてください。もしかしたら違うかもしれません。はい、でも多分当たってると思うんですけどね。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。